今回の福井文化チャンネルは X のフォロワーさんより福井のおすすめの味噌醤油について教えていただきましたので、 YouTube で紹介させていただきたいと思います。私はですね、普段スーパーで売っている味噌や醤油を使っておりまして、まあこれも安くて美味しいです。大手スーパーの調味料にはいつもお世話になっておりますけれども、たまにはねちょっといいところの味噌で味噌汁を作ってみたい、美味しい醤油を卵にかけてみたい、そんなことを思うこともあるわけなんですね。ではその美味しい味噌や醤油はどこで手に入るのか。はい、それはネット通販でも手に入ります。ネット通販で手に入るんですが、この動画ではあくまで地元の味を知りたい、地元福井の味噌や醤油を使ってみたいという方のための情報共有の動画となっております。また、県外の方もですね、この動画を見ていただいたきっかけで福井の味噌や醤油を試してみたいという方いらっしゃいましたら、ぜひ買ってみてください。どこで手に入るのか、それは多分ネット通販で手に入ると思います。では今回、15軒の蔵元を紹介させていただきます。このですね、紹介の順番は50音順に並べさせていただいております。では鯖江市の愛の木屋商店になります。慶応元年、これ1865年から醤油の醸造を始めた蔵元で150年、150年以上ですね、歴史のある蔵元です。そしてですね、ホームページ見ますと、もう醤油1本ですね、商品ラインナップは醤油のみ販売しています。ブランド名はヤマアって言うんですね、ヤマア醤油で探してみてください。続いて阿波市の青瀬、こちらはですね、結構商品展開幅広いですね。味噌醤油の他に甘酒、だしつゆ、お酢なども作っています。それとですね、お店でカフェも開いていまして、味噌ソフトクリームというメニューも食べれるそうです。味噌ソフトってどんなんですかね、一度ちょっと食べてみたいですね。勝山市のあずた醸造は味噌と醤油を作っている蔵元で、古くから勝山市内の飲食店、学校給食、一般市民の方に地元の醤油味噌として親しまれております。味噌のブランドは一遍食べて味噌一遍食べて味噌、醤油はあずまる醤油を販売しています。福井市の米郷は、天保2年1831年創業、もうすぐ200年ですよね。大本山永平寺に認められた唯一の味噌屋ということです。永平寺御用達ですね、ブランド力あります。そしてですね、こちらも味噌カフェというカフェがお店の2階にありまして、営業時間は11時から17時、午後5時ですね。定休日は水曜日、ランチセット、カレーライス、焼きおにぎりなど食事を楽しむこともできるお店となっております。黒田伝兵衛商店は、鯖江市の、醤油の蔵元になります。ブランド名は平井醤油です。福井市の三七味噌は2017年創業という新しい味噌屋なんですけれども、伝統のあるね、古い蔵元の味噌もですね、食べてみたいんですけれども、新規開業の新しい味噌屋の味噌というのも、どんな味か試してみたいですね。ピーナッツ味噌とかもあるんですよね。炒め物とかに使ったらいいんでしょうか。これ面白そうですね。津屋、福井市のテルテの方にあるんですけれど、このお店の名前はやっぱりもともとお酢屋さんだったんですかね。ちょっと酢屋についてネットで拾える情報少ないんですけど、味噌は売ってるみたいですが、醤油があるかは未確認です。越前市粟田部の東部醤油です。醤油醸造の老舗、越前おろしそばの出汁用醤油として、こだわりのそば店からの御用達を受けたまわっています、ということがですね、ホームページに書いてあります。そば専用の醤油というわけではないでしょうが、福井のそばに合う醤油として親しまれているということです。永平寺松岡の浜田醤油醸造元は、大正14年創業、ブランド名は丸浜醤油です。
醤油以外の商品でですね、おろしそば専用つゆとかソースカツ丼専用ソースとかありまして、うん、なんかジオのモビルスーツみたいですね。あの福井の名物料理をリスペクトした商品を展開しております。福醤油は福井市の蔵元になります。これは醤油中心の商品展開なんですけど、商品の種類がこれすごいたくさんあって、ホームページ見るとですね、まあ、醤油だけでも何種類かあるんですが、他にね気になったのがオリーブオイル醤油ニンニクとか、お醤クリームチーズ、これ何ですかね、あの醤油味のクリームチーズですよね。あと柚子醤油とか、まあ、これいいですね、これ試したいですね。ヒゲコ醤油のブランドを持つ古村醤油は福井市の蔵元になります。あと味噌も作ってますね。あのヒゲコの田舎味噌という商品と、他はつゆやポン酢もありまして、カニだしつゆとか、カニだし醤油、カニだしポン酢、越前カニだしラーメンも作ってます。カニだしシリーズ、もうだいぶカニだしに力を入れてる感じがしますけれども、カニだし以外だとこれ欲しいんですよね、あの湯豆腐醤油、これいいですね。あの、私ね、結構湯豆腐好きなんで欲しいですね。まあ、いつかね、この動画で、このチャンネルで福井のおすすめ豆腐特集もやりたいんで、その時はこれと合わせてみたいです。創業300年です。すごいですね。もう古ければ古いほどいいとか、まあ、そういうもんでもないのかもしれませんけれども、もうこの歴史の長さはリスペクトせざるを得ません。ブランド名は玉醤油。そしてですね、これ面白いですよ。こちらのホームページ見ますとですね、玉醤油を使ったおすすめレシピっていうコーナーがありまして、このページがですね、結構充実しているんですけど、牛肉とごぼうの卵とじ丼とか、和風ポトフ、ブリの和風ステーキ、ピーマンの肉詰めカレー風味、まあ、などなど、他にもたくさんありまして、まあ、料理好きな方は参考になるホームページも、まあ、こちらで作られております。山菊醤油の山本菊丸商店は福井市の蔵元になります。福井の甘みのある醤油の味を全国に広げる取り組みをしている蔵元です。池田町の湯本味噌は清らかな水と空気、豊かな土壌に恵まれた山あいの町池田町から全身に美味しさがこだまするお味噌に麹、甘酒をお届けしています。味噌ブランド名は山彦味噌です。福井市の吉田醤油醸造場です。ブランド名は栗菊醤油、栗菊でいいんですかね、読み方は。甘口、辛口、やや辛口といった商品があります。というわけで、今回の福井のおすすめ味噌醤油を終わります。昔ですね、まあ、私が子供の頃、おじいちゃんの家に遊びに行くとですね、まあ、うちのおじいちゃんお刺身が好きだったんで、まあ、行くといつも一緒にお刺身食べさせてくれていたんですけど、たまにですね、福井の地元の醤油買いますと、子供の頃おじいちゃんの家で食べた、まあ、甘みのある優しい味を思い出して、まあ、懐かしい気持ちになりましてですね、いつまでも変わらない地元の味を守っていただきたいなと思います。